お疲れ様です。お疲れ様です。天狗です。天狗です。今日はお家で簡単ケンタッキーフライドチキン。できるんですかっていう。あ、なんかテンション低いですね。ということで、まあ、ちょっとリンク貼っておきますが、とにかく売れたい中華っていうね、中華屋さんっていうチャンネルがあるんですけども、そちらで、ね、僕らでもできそうなケンタッキーフライドチキンの再現レシピを見つけましたので、今日はそちらを作って、クリスマス前にケンタッキーフライドチキンがよくできなかった人たちに向けて作っていきたいと思います。素晴らしい。はい。家でできたし、本当に超簡単なんですけど、ブラックペッパー、ホワイトペッパー、この2種だけです。え？で、強力粉、炭酸水でこう衣を作っていく。あ、そうか、あと忘れてました。味の素です。あ、おばあちゃんの味、ね、はい、おばあちゃんの味、味の素。はい、これだけです。これだけできちゃうらしいです、ね。できちゃうらしいです。まあ、最近転職しちゃってから、海鮮とね、こうあんまり話す機会なかったんで。確かに。まあ、いろいろお互いの近況をね、喋りながら作っていきたいなと思うんですけども、何かあります？僕はもう直近だからずっと忙しさが週中、うん、週の初めと週の後が毎回忙しくて、はいはいはい、なんか謎にずっと時間に追われてるんですよ。毎日出社なんですか？いや、出社は毎日はしてなくて、今なんかイベントを設営するのにめちゃめちゃなんかいろんなことしてて、グッズ買ったり作ったり、はいはい、なんかそれの搬送したりみたいなのがこう1ヶ月でずっとやってるんですよね。それでちょっと忙しくて時間がなくて、そうですね、何もできない感じですね。開いてくださいよ、ちゃんとは待ってますから。この前にドッキリしたばっかですからね、本当にお願いします。今僕が編集してるのが今やってるご飯作るゲームのやつが、はいはい、まあ、まず1個と、まあ、ショーツ僕も作ってるのでそれの控えが今2本。ああ結構ありますね。ちょっとあるんでそれやりたいなと思ってます。まあ、これが出てる頃にはもう出てますよねってことですね、はい。まあ、パイセンが作る料理系に何かコメントある方はぜひしてください。僕のやつコメントつかないんでコメントしてください。してください本当に。大きめに切ります。はい、なのでこれはと3等分ぐらいにしようかなと。動画では2等分だったんですけど、ちょっとこっちがでかすぎるんでさすがに今回のもも肉は。そうでここで一旦バーンと。ケンタッキーのちょっとデカめがいいですね。デカめがいいですよね。綺麗な鳥が。ちょっと。ここら辺で。あーいいっすね。綺麗だな。綺麗だな。はい、じゃあ。したらですね、ここに、はい、教えてください。じゃあ、はい、ホワイトペッパーからいきましょうか。はい、3分の1だから小さじ3分の2。あ、ブラック、ブラックを小さじ3分の2、はい、結構いますね。こんなもんだろ。小さじ1でした。早速言おうと思ってね。このじゃん。はい、小さじ3分の2、はい、次ホワイトペッパー、ホワイトペッパーを小さじ1、小さじ3分の1。ケンタッキーの味の秘密はホワイトペッパー。ああ、いいですね。あ、こんなもんすかね。はい、こんな感じです。ホワイトペッパーが小さじ3分の1。はい、次味の素。塩です。 1.5g 400 400 1.5g 40 60 60g じゃあ 60g じゃん 60g だと 10%。 え、止まるんだったら 6g で 4% ですから。あ、そこそこ 6%6g で小さじ1個が 5g なんだけど、塩って小さじ1 5g なのかな。分かるか分からない。こんなもんないですか。ちょっとかっこよかったな。あの結構入れんな。塩 6g、 はい、6g。 いや、味の素は無視します。僕はそれを。味の素だけ。味の素はもう大量に自分の能力を信じてる味の素。うん、味の素はもうこういう感じでいきます、ね。すごいね。じゃあ 7g ぐらい、6ギリギリ、あ、ギリ 6g でいきましょう。はい、味の素いきます。おい、これだけ調味料ページを、はい、終わりで全体に馴染むように混ぜ込んでください。おい、じゃあ混ぜます。まず鶏肉1枚に対して塩 6g、 味の素 6g、 ブラックペッパーが小さじ3分の2と3分の1を混ぜた粉がこれです。ホワイトペッパー3分の1、ね、いいんじゃないですか。で、これを、あ、なんかいい匂いする。めっちゃいい匂いしますね、これ。香辛料めっちゃいい匂いする。鶏肉に混ぜる。これつけていいんですよね、鶏肉に。うん、飲み込むと、飲み込むと、わあ、すっごい、こんな感じなんだ。すごいですね。ちょうどつく、いい感じに。ほら、全体的にちょうどいい、全体的にちょうどいい感じに、ほら、こうめっちゃついてる。ああ、いいじゃないですか。ほら、おお、まんべんなく、まんべんなくいい感じにつきました。そしたら加工して、はい、冷蔵庫で1時間待ちます。ラップをして冷蔵庫で1時間待ちます。はい、
はい、ラップをして冷蔵庫で1時間。バイバイ。1時間経ちました。1時間経ったトニーがこちらです。うわ、なんかしっとりしますね。もうなんかちょっと水も出て、うん、そしたら衣を作っていきたいと思います。強力粉初めて買いました。強力粉いつもね、唐揚げの時に使ってるお皿、うん、バッタリキを作っていきます。じゃあ 20g どうですか。何 g ですか。8、10、12、13、14、16、19、20です。大丈夫。遅いって。おお、炭酸水を100g。 飲むなよ。遅いって。おお。はい、わかりました。はい、でこれを軽く混ぜといて、軽くね、バッタ液を作っておきます。はい、箸逆って突っ込んで。で、あの炭酸が結構抜けないようにね、軽く回してください。これ、後々軽い感じの衣になるんですかね。うん、ふかふかみたいな感じになる。そうです。はい、そしたらじゃあこのバッタ液をつけた後、ここの衣につけていきます。じゃあまずバッタ液。もうなんかめっちゃ汁出てる。ほんとだ。バッタ液、バッタ液ゆるくね。このもんまあいいよ。で、衣も。美味しそう。見たことあんな、なんか CM で。あ、なんか、みたいなやつですね。もう心なしかなんか、せっかくつけた胡椒が、なんかバッタ液に流れ出てる気がする。だから、ね、肉つけたの気のせいでしょうか。あげてみよう。はい。こんなに皮目にちゃんとついてたのが、なんか、こっちに。流れてるのか。ほら。確かに。もうなんか、ほぼゼロに。ほぼゼロに皮目の胡椒たちがなくなっちゃってる。お、いいんじゃないですか。だいぶいいね。それっぽくなってきました。それっぽいっすよね。見た目が。こんなでかい。家でしかも簡単に。ね。はい。よし。じゃあ、早速開けていきます。はい。そういえば、近況の話ですけど。そうだ。メグさんはどうですか。会社変わりましたけど。会社変わったんですけど。わかんないですね。ちょっと、このタイミング。ごめん、先輩。え？言ってなかった。そのさっきの撮影の時の質問の質が変わってくる。それは。クリスマス予定あるんですかって聞いた質問の質が変わってくる。確かに。煽りですかね、ただ。ただの煽り。本当に。え、いつ？え、割とあの旅行行ったじゃないですか。うん、あの後、うん、なんか紹介でみたいな話したじゃないですか。してたね。あ、あれされる。めちゃめちゃ。スペックの高い。ああ、そう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 、とんでもないスペックの、とんでもないスペックのっていうやつです。じゃあつけます。はい、ちょっと今いろいろそれどころじゃないけど。そうなんですよ、実は。ごめんなさい、裏切っちゃって。仲間だと思ってましたでしょ。あの、じゃあ一個だけ俺言っておくけど、うん、俺は、うん、あの、その前言ってたマッチングアプリの女の子いたじゃないですか。 あの子に今記録無視だよ。そんなに言いたいんで。対抗しないと思って。だからって何かな。さっきのやつめっちゃ腹立つわ。めっちゃイライラしてきた今。ちょっと待ってくださいね、本当に。あれは。本当めっちゃ、え、これ大丈夫かな、これ。すごい。めっちゃ、すごい量。めっちゃ粉落ちてるから大丈夫、これ。おい、おい、追わなくて大丈夫ですかね。合ってるよね。だからね、追っちゃうから、まあ、ちょっと浸すぐらいで。ああ、よかった。まあ、ちょっと一つぐらいしかやってないですよね。うん。うん、本当に、こうやって、よく落として。はい、あげる。130度。130度以下で5分あげて、180度ね、2分なんですけど、ね、まあ、130度って相当温度低いんですよ。そうね。はい。なんで、あの、ブクブクぐらいなんで、多分音入れても、プチ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 くらいしかなんないです。じゃあ、ちょっと火強くして、一気に温度上げますが、入れる温度自体は大して上がらないようにしていきたい。あ、こんぐらいいったと思います。え、ぬるくてもいいっす、最悪。もう低温でやるだけなんで。そう、さすがに低すぎた。ただただ使っただけだ。さすがに低すぎた。じゃあもう一回いきます。さすがにこれは低すぎです。皆さん覚えてください、これは低すぎです。はい、じゃあ2枚目いきます。それでもいきますか。低くても、低くても僕らいく。3枚目いきます。ちょっとこれもういいんじゃないですか。はい、油が結構ギリだったな。はい、あんま高温なところに行くやつですね。これから5分程度、もうちょいポイント下げたいですけど、あ、でも、あ、こんなぐらいっすよ。こういうブク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 小さくなってる感じ、ちょうどいいぐらい、ちょうどいいぐらいっす。うん、こんぐらいじゃないですかね。あ、いいんじゃないですか。だいぶいい、ね、いいっす、いいっす、いいっす。
会社の近況聞きたかった。会社の近況も楽しいっすよ。ちょっとまあ言い方悪いけど前の会社とはだいぶ違う。だいぶ違う。余裕を感じます。余裕を感じる。余裕を感じま す, そうです。ありとあらゆるところで余裕を感じます。なんかかける金すごいし、まああと業務自体は、まあ、僕資格取って、俺資格の話とかしてなかったんです。何の資格取ったかあんまり分かってないんだけど、ああなんかっていう忘れとんないといけなくて、別にそんな難しいものではないんですけど、まあ、勉強しないと取れないっていう感じの資格で、普通にめんどくさかった。ゆっくりなのね。はい、ほんとボコボコボコぐらいのやつです。あとマジで更新料全部なくなった感じするけど、いやでも結構残ってますよ。大丈夫大丈夫。あ、いいいいいい、じゃこういう感じですか。上がってます上がってます。見てください、上がってますね。あ、いいこういう感じ。もう1位じゃないですか、これ美味しそう。そんな予感する。これ、ね、最後ガリッと揚げるらしいんで。5分くらい経ちました。経ちました、ね、餅あげたいんだよな。なんか、なんかちょっと不安だよ。不安ですよね。餅あげたい。結構衣も出てきてたかもしれない。はい、じゃあこれで一旦揚げますね。5分ぐらい、6分ぐらい揚げました。で、一旦取り出します。家でやろうとする人はちょっと気をつけないといけないですね。トングが結構大事、ないときついかもしれない。で、これで結構ベチャってしてるじゃないですか、うん、これでいいらしいです。温度が低いんでベチャついてるらしいです。で、うん、ここで温度を急に上げます。ガンガン上げます。どんぐらいになると思うんですか、温度は。180度ぐらいなんで、この衣今中入ってるじゃないですか、うん、これがもっと上がってきてほしいんですよね。下にあるってことはまだまだ全然温度が上がってないってことなんです。結構油の温度上がってる感じします。じゃあいきます。戻していきます。あ、いいっすね。こういう感じです、こういう感じです。でもこれ結構バチバチ言うんで気をつけてください。うわ、高すぎるかな。めちゃめちゃいいよね。ええわ、ガッツ。大丈夫、ね、ちょっと皆さんご家庭用にやばいかもしれない。めっちゃ濃いてる。油の量気をつけてくださいね。これ油の量も多いし、バカッツ。怖い。大丈夫かなこれ。いいっすね。あー、いい感じ。色ついてきました。色ついてきましたね。じゃあ引き返しますね。裏面がどうなってるか。目安が動くんだけど、色づいたら OK みたいな。はいはい。おぉ、めっちゃケンタッキーだ。すげえ、きれい。きれい。いい、めっちゃいい。うまそう。いただきます。あの匂いしますわ。いい感じっす。最高ですね。これいいっすね、匂いの。で、最後にここでまた別の皿に乗り換えまして、今すごい、見てください、カリカリしてるんですよ。最高です。ですが、ケンタッキーはカリカリじゃありません。そうなんですよ。ということで、これをレンチンします。レンチンしちゃうの。レンチンしちゃうの。あ、つまみしなかった、こっちだ。17時1分2分多分入ってないけど、あ、ブロッコリー忘れてた。おい、どこの動画だよそれ。全然関係ないブロッコリー出てきました。うまい。付け合わせね。これだからレンジでしっとり感を出すという。そうっす、レンジに入れることによってなんかベチャッとした感じだったんです。うん、湯気やばいっす。あたっす。おぉ、めっちゃすげえ、すげえケンタッキーだ。すげえ、すげえって、ね、見てください、このケンタッキーのめちゃめちゃ感。見たことあるよ。はい、じゃあ完成です。早かったですね。はい、ケンタッキーフライドチキン風フライドチキン。はい、はい、行きましょう。じゃあ、はい、すいません。はい、フライドチキン。いただきます。いただきます。めっちゃ骨なしだもんね。骨なし。いただきます。めちゃめちゃ感も確かにリアルだわ。うまっ。うまっ。ケンタッキーやん、すげえ。うまっ。塩味とかもちょうどいい。端っこのこのカリカリ感とかも、うん、で、このめちゃ感ちゃんと出てますわ。この油食べてる感、うまっ。うめぇ。じゃあ次だ。ホクホク。うわ、これはうまいっすわ。皆さんもよかったら作ってみてください。ちょっと暑いんでゆっくり食べます。クリスマスもやってください、マジで。確かに。これケンタッキー予約取れなかった人も行けますね。うん、
最高です。じゃあ動画良かったなと思いましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ本編の方とかのねご紹介していただいたとにかく入れたい中華の方を見たり、いや見たりっていうか概要欄に概要欄に載ってきますので見てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。うまっ、ちょっとびっくりした、マジでケンタッキーじゃん。あ、忘れてた。あそう、おめでとうございます。さすがにいただきます。決まるわ。本当に危ね、思い出しよかった。最高だこれよ。おぉこれよ。ごちそうさまでした。